小座高校美術部レッツチラート,ラート時刻は一時になりました、えー、皆さんこんにちは今日も沖縄市中央パークアベニュー FM 小座のスタジオから生放送でこの後二時までお届けします はいもう最近ですねもう2人が当たり前最近でもないか2回目か連続で2人での放送になります、えー、もう葵ちゃんはわかりません <laughs> もういいですもう遅刻しても <laughs> 遅刻しなくてもいいですはい、うん、どっちでもいいです <laughs> もう諦めました <laughs> ははい、えー、ではそれでは、えー、今週頑張ったことといっても基本的に頑張ったことは話してないんで今週会ったことにしましょう、はいえー、じゃあまず私から、はいえー、この前回のラジオが終わってその翌日の日曜日に、えー、某車のカーショップに行きましてですね、はいえー、たくさんの収穫がありました友ですおおもう楽しかった天国だったな <laughs>、うん、はいじゃあ次はい 息抜きでギターを練習し始めました川上ですそれは良かった飾りじゃなくなったギターいいよピアノなんておしゃ出るからな一番いいよ一番それがいいと私は思っているはいそれでは今日はこの二人でお届けしますはい何もないやることがねもうね当たり前になってきてるんですけどね あのー、毎回土曜日になって、うん、この準備して、うん、そろそろ行かないとなって準備してる時に、うん、あれ、もどこ行くのって毎回話するんですよ、<laughs> 親と<う>え今日え今日あええ今日えあごめん、ラジオだったねみたいな会話を毎週やるんですよ、<laughs> もういい加減覚えてくれっていうね、<laughs> はい。はいえー <laughs> 何も今日もテーマとか考えたんですけど特にないなと思ってもうあ2年にしよう,<お>もう私たちはもう来月から2年生です、はい、後輩入ってくるよはいまあうん、はい、何組でしたか、ね、あ3組でした知ってますあ<ー> <laughs> 見てる <laughs> 知ってたけどとりあえず聞いとかなきゃなと思って聞きました何組でしたか<わ> 理系なんでねもう知ってる女の子みんな文系だから何とも言えないよね、うん、<laughs> えでも、うん、理系とかかっこいいイメージがあるまあ文系は女子がいっぱいいるからね、うん、理系と文系逆だよねうちのクラスは39人いるんですけど <laughs> 見た感じ、うんえー、そのうちの9名が女子なんですよ、うん、少ないそうなんですよ30名男子なんですよしかもその9名のうち6名が同じクラスだった人っていうね <お> <laughs> な,んかなんかこの8組に1、うん、1> 元1年6組の率が高いの39名中19人あ12人が6組なんですよ、うん、あじゃあもしかしたらもうクラスの女子全員と仲良くなれる可能性があるけどねあの <laughs> ぼっちの確率もたくさんなんだよ<お>高,いなん高いんだよ <laughs> 別にいいさ私は孤独でない孤高である <laughs> かっこつけとこうえじゃあ ちょっと早いですが、はい、ここら辺で1曲挟みたいと思いますはい、えー、お届けする曲は、えー、ポルノグラフィティのミュージックアワーです はい、えー、今日の放送も始めていきたいと思います。はいえー、掘り下げる前に、えー、アドレスを読ませていただきます、はいえー。今日もリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。アドレスは7 6 1アッ m マー k f m c o z a j p アドレスは7 6 1アッ m マー k f m c o z a j p すべて小文字でタイトルにラジオネームをお付けしてお送りください。ファックスは098-934-8653。 ファックスはですあと、ラジオで聞けない人は、ユーストリームで映像を見ることができますよ。ユーストリームの見方は、FM 小座のホームページからユーストリームの画面を見ることができます。ツイッターも同時にやっているので、ラジオを聞いている人も、ユーストリームを見ている人も、気軽にメッセージを送ってくださいね。それから、過去の放送を見逃したっていう方は、ぜひ、えー、YouTube の76.1 FM 小座2の見てご覧ください。えー、よければぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、今日のテーマは2年生です。はい。ひと、はい、<laughs> 仕事感。はい、えー、じゃあ掘り下げていきたいと思います。では私から。はい、えっとですね、前回の放送の翌日、<ん>日曜日にですね、はい、えー、某 カーショップに行きまして、うんえー、本店だったかな、うん、沖縄の本店に行ったんですけど、うん、もう私、車大好きで、うん、もうなんか大好きって言ってもそんなに知らないんですけど <laughs> もうなんだろうワクワクするみたいな、うん、ワクワクしちゃってそれでなんかこの前回あ今、燃料電池今は巷で有名な <laughs> <laughs> あの燃料電池ってあるじゃないですか。燃料電池車の 前そこに行った時にパンフレットがなくて、うん、何だろう何だろうえっとパンフレットじゃなくて何だろうチラシみたいな <laughs> 広告みたいな紙をもらったんですよ、うんうん、でその時にあ燃料電池いいみたいなちょっとトゥンクしちゃって、うん、燃料電池ですから、うん、もう水素ですよ私水素大好きなんで、うん、<laughs> もうトゥンクトゥンクしてたら、うんえー、そうこの日曜日に行った時にですね パンフレットなくてみたいなことを言ったら、うん、ああるよもらうって言われてもらっちゃいました、うん、おー <laughs> ニヤニヤしてましたそこであのそしたらパンフレットくれた次になんかどっか行ったかなーと思ったらこのこの何だろうなんかお店のところに何、うん、だろう何だろうあれ何だろうモデルカー、うん、なんかこのもう何倍にも縮小したみたいな、うん、モデルカーがありましてで、普通に売ってる この車だととちょっ比率が合わないんですよ横の幅と縦の幅の比率が合わなくてちょっとなんだろうリアリティーさに欠けるかなって思ってたんですけどこれは非売品で本当にもう比率も合っててもうテンション上がるんですよ非売品だから買うわけにもいかないしそれをもらっちゃいましたえすごい燃料電池車のやった前ももらったんですよ前ももらって別ののもですけど その時にもテンション上がっててもう埃かぶらせるのが嫌すぎて、うん、もうちょっと速攻ケース買って入れてました、うん、そしたらなんかケースではないんですけど、うん、そのモデルカーをくれたら、うん、なんかちょっとなんか別のハイブリッド車の試乗をしてたんですよ、うん、この車の,車,車の検査して,て、うん、じゃてちょっと時間かかるからこのなんだろう、うんうん、試乗していいよみたいな。 感じで自分はこの助手席に座ってたんですけどすごくかっこよくてちょっともう本当に言いそうなぐらいもうなんか内装がすごい高級感あふれててなんかもう川みたいな写真撮ってるんですけどちょっと見てほしい本当に本当にかっこよくてなんかレザーっていうかなんかそんな感じもう本当にかっこよくてなんとも言えないですね。 川上ちゃんに写真見せたいと思います。はい、こんな感じです。良ければツイキャスに、はいえー、こんな感じの車でした。私はこんな感じの内装好きです。だからもうテンション上がっちゃって一人でう<わ>もう勝手に動くみたいない勝手に動くって全然関係ないけどあのうん、うん、なんだろうトランクのところ、うん、押したらあ勝手に開いたみたいな。うん いやもう他の車からしたらそうなのかもしれないんですけど <laughs> 自分の家にある車は2つともそんな風に開かないので、うん、なんかちょっと1人でテンンション上がってましたでもすごいなんかかっこよくて高級感あふれるんですよ、うもう本当に、うん、これ沖縄ってところがもったいないなって本当に思いました <laughs> 潮風でやられるみたいなでも本当にかっこよかったです。うん、それであの帰ってきた時にこの 本店にホクホクした気持ちで帰ってきたら、うん、この,この車をくれた方が、うん、私の父親のお友達でよくしてくれるんですよ、うん、そ,れそしたらなんか、うん、これもなんかちょっとなんだろうミニカー展示会みたいな、うん、ちょっとモーターショーみたいな感じのがあって、うん、いろんな車のコラボのやつとか見せたりするショーのミニカー展示のやつで、うん、このソーラーパネルがついててこの。 あの紫外線でこのスタンドが回るみたいななんかそれもなんか一応、非売品ではあると思うんですけど、うん、すごかったです、うん、もう、速攻、家について回しました、<laughs> これです、<お> <laughs> もう取ってある、あ<ー>もう丸いこの透明なトレインをの上に乗せて、うん、それでなんか日光でぐる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 みたいな。 っていうのをもらいまして、うん、ちょっとあありがとうございます。みたいな、すごいちょっと日曜日はもうテンション上がりまくりでしたね。すごい貴重なものそうなんですよ。ね、貴重なものをいただきました。すごい。本当にもうテンション上がっても、今本当にこの車なんか <laughs> ベッドの、うん、ベッドがあったら、枕の上のところに物を置くところがあって、うん、うちの自分のベッドはそこの上の方に、うん。 1>, 1段、2段って車がちょっと並んでるんですよ、うん、10台ぐらいかな、うん、その横の横の横にこれを置いてます、回るから太陽がよく当たるところに置かなきゃと思って、うん、もうなんか今までここら辺に置いてた可愛いのをずいってやって、でん <laughs> って、もう寄せて、そこにでんって、うんで、これが回るのを見て、ニヤニヤしてます。<laughs> もう本当に 嬉しかったです、うん、ちょっとねもう私また燃料電池とかにちょっとなんか惹かれちゃって、うん、もうなんかなんかね乗ってみたいなとか思うじゃないですか、うん、あと何年だあと2年だあと2年で 2>、ね、あと2年で乗れますよ、ね、ちょっとさすがにあれは高いから乗れないけどさ、うん、でも水素ステーションが少ないのでね、うん、はいじゃあちょっと暴走はここまでにして <laughs>、はい、次行きましょうはい えあ,あ、ギターの練習してる <laughs> そうそうそう、ごめんね、はい、ごめんね、大丈夫こっちがすっごいもう盛り上がっちゃってうん、楽しかった <laughs> <laughs> ありがとうはい、えー、ギターの練習を始めたんですけど、はい、息抜きで始めたんですよね、もともとあったんですけどギター自体はもうずっと置きっぱなしで埃かぶってたんですよ自分のうちにあるキーボードと一緒じゃんはい。<laughs> 一応キーボードもあったんです昔キーボーボドはなんかすごい幼稚園の頃の落書きが鍵盤にされてるはい <laughs> シール思いっきり貼ってました<あ>ベタベタシールじゃない油性油性,油性でガーって描かれてた落とせない落ちないんですよあれ、うん、でギターの練習始めたんですけども簡単なコードも全然押せなくてギターって大変ですね思ってより<利>授業でギターがあったんですけど、うん もうみんなより1時間覚えるのが遅くて、うん、もう次の授業テストねって言われた時、うん、1>, 1人でガクブルしてましたあ<ー>あやばい覚えてない覚えてない <laughs> みんなより1時間遅いのにってやってたのに、うん、普通に覚えてる人はなんか、うん、なんんかだろう A3 つと B1 つなのに自分オール A でしたお、うん、すごい <laughs> あこれ意地だなみたいな思って、うん、でも練習方法がだいぶ。 なんか先生がやるスピードを教えてくれなくて、うん、とりあえず早く弾けるようにしてて、うん、そしたら先生めっちゃゆっくり言ってくるから、うん、あ簡単とか思ってやってましたた <laughs> 想像以上にみたいな、うん、でもギターはちょっと届かないんでねうん、指がだからといってあの届く三振もできないんですけど、ね、三振はひどかったですよ<ん>も,うもう B が2つぐらいありました B2 <う>つでも AA マイナス BB マイナスみたいな。うん ちょっとね楽器は一番このリコーダー系は無理ですリコーダーうん多分トランペットとかも多分金管楽器ん？なんだろう水槽水槽が無理なのかなうんうん分かんない割と鉄筋とかは大丈夫です鉄筋打つだけだからじゃあこの原型はダメですね原型は本当にあのオしチャーナルピアノで一番ですピアノピアノが一番 でもちょっとあのしらへんは操作できません、<laughs> キーボードで <laughs>、うん、だからもう本当に昔、キーボードやってたんですけど、うん、ちょっともうまたやりたいなと思って、うん、いやもうちょっと軽音入りたいなとか余ったれたことを考えています <laughs> <夫>無理です、無理です私には無理です。ででもピアノきたらかっこいいよね、うん うちの弟の友達が作詞作曲やってて作詞作曲じゃねえ作曲だ作曲めっちゃピアノ上手いんですよ昨日聞聴いたら、うん、やばいやばいやばい、うん、<laughs> 顔からちょっと想像できないやばい本当にすごい <laughs>、うん、すごかったですもうあれ見た時にピアノ再開したいなんとかちょっと甘い考えでやりませんでしたけど。うん なんか、すごい早く弾けたりとかどんな楽器にしてもすごいかっこよく弾けるっていいですよね。楽器はね特にあの自分の場合はクラシックな感じが好きなんで、はい、なんだろう全然あのあの、何て言うんだろうあれ、エレキエレキエレキ,エレキでいいのエレキよりアコギの方が好きなんですよ、うん、なんか、クラシカルなのが好きなんで割と。うん、だから、 なんかサックスとかか、うん、そういうい系です<ー>なんかもうキーボードよりグランドピアノとか <laughs> そんな感じです <laughs>、うん、なんかねな,な,なんか、うん、なんだろうね <laughs> 母親が多分クラシック好きなんでそれに惹かれたんじゃないかなと思います、うん、幼い頃からも聴いてたんでね、うん、エレキでも楽しいと思う楽しそうエレキやるためだけに今練習してるそうなんだ <laughs>、うん、自分は いいですなんかかっこいいなって思うけど、うん、ちょっといついていかないんで多分、うん、もういいです、うん、ピアノでいいですピ<ア>ノしかも片手だけでいいです <片手 S 2> 右だけで <laughs> 左誰かにお願いする <laughs> 左弾けない <laughs> あでもなんか2人で演奏するのあるじゃないですかあれでじゃあ 2>, 2人でやるのもあるけど4本使ってやるのもあるからね、うんうん、ピアノかっこいいよね <laughs>、うん あれ、猫踏んじゃった、けますえますよえ自分あれは弾けますよタイトル忘れたけどアラジンのテーマソングあーホールニューワールドだいぶ濁したけどだいぶ濁したけど伝わったかなはいあの、前言ってたようなうん、右は完璧なんだけど左が左がうん、右はいける左がシャーとかねシャーみたいな。 ここはんにでできるんですよ、はい、右はできるのに左だけできなくて、うん、なんかテれれれんとかいってるみたいな <laughs> 両手って難しくない難しいです右しかできませんもう右にしか集中いかないんで、うん、左がおろそかになってずっと同じ音をやってるみたいな <laughs> ちょっとそんな感じなんでね、うん、もうちょっとなんかやりたいな、うん、本当は卒業式の歌もやりたいなと思ってたんだけどだんだん面倒んくせえなとかもちょっときて <laughs>、うん、<laughs> なんか 作りたいなって思ったけど、あ作曲無理だわみたいな、ま諦めました。私は受験見ます。いやその前にね新入生を入れなきゃいけないっていうね最大の難関がありますね。あります壁ですね。壁です。来ますかね。うーん。がが頑張ってこう。 勧誘勧誘しましょうでも,でもね美術部のこの部障害でパッとしないんだよね <laughs> 去年思った、はい、パッとしないなって思ってたけどですって,やってでもまあパッとする方がおかしいよね美術部って基本キャラ変わるじゃないですか、はい、教室では「ああとか言ってるのに、はい、なんかもう部室行ったら「百ーイとか言ってる <laughs> 事実ですからね、はい、もうだからもう 仕方なないのかもう舞台でいきなり美術部百0とか言ったら多分みんなに引かれるんでねあいつら危ないやつだやめとこうとか近寄らんとこうみたいな美術部の時点でアウトな気もしますけどね来てくれる子は来てくれると思ってるんで持ってるのでまあ期待しておきましょうルイは友を呼ぶというまあ一人はいるよねきっとありますもうゼロ人とかいたらつらいからね廃部の危機だ もうどうにかこうにか誘いましょう、どうにかしてまず2年が3人の時点でだめなんだけどね <laughs> うんだって3年生は1人だし、はい、他どうもうすぐあれじゃないですかあの、うん、もう1人って言ってもコンクールには出さないと思うんであの時期からは、はい、ちょっときついかなって、はい、考えたらたくさんありますよ5月にコンクールがある。はい 6月に漫画甲子園がある、はい、だけどその時期から公文祭始めないといけない、はい、7月はそんなにない8月にダベンチあるけど多分誰も出さない、はい、9月にたくさんコンクール来るうんみたいな<あ>で,もでも7月までにもう公文祭終わらせておかないと大変、うん、<月>いや6月から始めて7月に終わらせてだいぶだよね去年と同じだよね <laughs> うんそうじゃなくて6月から始めて、うん 焦って塗るより丁寧に細かく塗った方がいいから6月からにしようと思って一応6月に先生にお願いしてキャンバス買いに行こうかなって思ってます去年は夏休みにだいぶ8月にですけど行ったんでそれはちょっときついのでもうダメだやることいっぱいありすぎてダメだ壁画もやらなきゃあ壁画デザイン先生に出してないまあいっか4月 4月にやろうまあ休みの間にちゃちゃっと終わらせて提出してテストを受けて壁画取り組んでえっとコンクールやってテスト受けて古文祭やるって感じであ壁画忘れてた壁画ももうやることたくさんありすぎてぶっ壊れそうだ頭がでもまあまあ覚えてたっていうね ちょっと、うん、部の危機でありますが、はい、頑張りましょう、はい、ちゃんと部活してくださいよしますこ今年こそは庭園みたいなことあったら私送りますよす <laughs> マジで怒りますよ切れてますからね何気切れてますからねもう,もうあの日弟にずっと八つ当たりしてたんですよ、はい、<laughs> もうーみたいな <laughs> 弟には悪いけど八つ当たりしてたんです、はい、もう怒りますからね、はい、ごめんなさい 頑張ります。頑張ってください。はい。えーじゃあここで1曲挟みたいと思います。はい。えーお届けする曲は世界の終わりで眠り姫です。 はい、えー、後半戦まいいりたいと思います、はいえー、後半戦では、えー、今日のテーマに触れていきたいと思います、はいえー、今日のテーマは2年生ということで新年度が始まります、はい、もうちょっとね1年生で後悔したことが私には多くあるので、はい、それを活かしてやっていきたいと思います、はい <laughs> なんか最後のコメントになってるよえ2年生になるということでちょっといろいろ話していこう、はい、何を話そうかなちょっと待ってね、はい、よいしょ「ホワイトボーズ」に <boards> <お>な<お>君にじゃないようん知ってる書くことを言うことを書くんだよ、うん、さあ、うん、何をやろうまずさっきクラス行ったけど クラスク、うん、クラスクラスお、はい、クラスを言うえっと <laughs> えっとうーんとクラスへの期待 <laughs> 期待期待とあ期待って漢字かけたすごい<う>えーっとそれから何がある抱負あ選択科目はあそうだね選択科目もいいね、うん、選択科目 選択科目なんかねバラバラなんだよね今年の選択科目ってか、うん、あれなんだよね文系が、うん、1>, えと1から4で、うん、理系が、えー、と5から8だから、うんうん、で特進が、うん、結局2クラスじゃん、うん、だけど特進も一応理系のもので進めるから、うん、今までは、うん この文系が1組から6組で、うん、7組から10組までが理系だったんだけど、うん、この2年は 2>、うん、だけどうちはなんかもう1から4が文系で5から10が理系なの、うん、なんかもう文なんか理系が増えたみたい、うん、増えたこんな学校あんまりいないんだって、うん、もうなんかすごいよねいろいろ、うん、じゃあ選択科目で、うん。 選択科目 <laughs> 他に何がある 2>, 2年になってしたいこと2年になってしたいことになってしたいことはい他に何かあるかなあと1つ2つぐらい必要かな後者、はい、覚えられた全部校舎ああうん多分あれ先輩が覚えきれないぐらいって言ってたから覚悟してたんだけど割と覚えやすい、ね っていうか、うん、まあ、えっと他には何があるかなうんあーでもねどんあ、うん、いいか、うん、何でもない <laughs> 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 すごいすごい一瞬で何があったのかってくらい、はい、うーんあるかな他になんかあ楽しみな今日かああ楽しみな今日か今日あ漢字間違えた はいもうそれぐらいでいいかなはいじゃあ無言の圧力嘘だよじゃんけんでいこう最初はグーじゃんけんぽいはいどっちあじゃあ自分あ結局 OK はいどうぞじゃあクラスからクラスは2年3組になりました あ、そういう掲げ方なのね。うん、<laughs> 文系です。はい、え、クラスへの期待は一年の時みたいに、まあ、すごく、もう、なんか、賑やかな感じが。楽しみ。な、賑やかだったらいいな。なるほど。<う> <laughs> 授業中、うるさいな、困るけど、それ相応にざわぐらいは<あ>。ざわ。ざわ。ざわ <laughs> <ー>は言うよ。ざわ。選択科目は日本史と地学。なんですけど。 うーん2年になってしたいこと自分で言ったよねつ <laughs> <laughs> まられても <laughs> したいことあああの勾配のゴーティーなるものを全然買えなかったので2年になってから何回か買えたらいいなと、うん、自分もあっち行ったことない、はい、え楽しみな教科楽しみにって書いてある楽しみに楽しみな教科は うーん美術と全力で言いたいところですが1 <laughs> 年もだよね1年もだよね1 <laughs> 年もだったよねもなので地学が楽しみですね<ー>宝石とかあの星もあるのでキラキラしたもの大好きな私にとってはすごい楽しみですねはい、はい、そんな感じですなんか最後だけ真面目だったはい <laughs> <laughs> 全部全部真面目そうはい <え>げるよこっちで掲げるよ大丈夫だよ、ここに片付けるのこっちだしどうせマーカーこっち,こっちにしかないよ、こっちで見せながら大丈夫です、ここいいです、言っとくんで <laughs> はい、はじめにクラスです、はいえー、私は2年の、えー、8組になりました、えー、理系ですね、えーと、クラスへの期待はまあ、なんだろう、期待っていうか。 なんだろう怖い怖いんですよね理系ってのもあってなんかみんな頭良さそうで名前見た時にみんな頭良さそうな名前しとる本当にに何なんとか思ってたんでまあでもレベルが高いクラスがいいですねそしたらなんか自分もなんかそれでなんだろういや奮い立たされるというかもっと上を見たいなって思うのでえ頑張ってなん頑張って <laughs> クラスへの期待はなんか。 なんだろう楽しいときは楽しくでもレベルの高いクラスでいてほしいです、えー、選択科目はですね私は理系なので3つあります1つは、えー、地歴なんですがそのうちの私は歴史が苦手なので地理を選択しました選択しました基礎教科では、えー、同じように地学を取りました、えー、と物理がちょっと苦手なのでもう地学しかないかなみたいな そんな感じですね特に地学が好きかって言ったらそうでもないかなーぐらい理系は基礎なし教科っていうのがついてて文系とはちょっと違うところですね、えー、基礎なし教科では科学と生物と物理が選べるんですが、えー、もちろんさっき言ったように物理は苦手でしてまあ却下じゃないですか、はい、もう生物も全部覚えるだけなんで あんまり得意じゃないんですよ。はい、ってことは消去法にしたら科学じゃないですか？はい、ていうか、そもそも科学が好きなんで消去法なんていりませんけどね。<laughs> <laughs> はい、科学です。はい、えに何 2, 2年になってしたいことは、えー、クラスのみんなと仲良くなれたらいいなって思います。えっ、ー、と自分ね。なんだろう？協調性がないというか、んあんまり周りとんなんだろう。仲良くすることができなくて。 こういういの不器用って言うんでしょうけど私あんまりそういうの得意じゃなくて何、うん、だろう全部感情が顔に出ちゃう人ですから<う>なんかイラってきたらもう地位みたいな顔してるんですよ <laughs> <laughs> だからそういうのをなくしてちゃんとみんなと接しやすいような人間になりたいですなんかもう目標になっちゃったけど 2>,、うん、2年になったらそういうのをしたいです、うんえー、楽しみな教科はもちろん科学です <laughs> それ以外ありません、はい 科学だけです早く科学やりたいそう思ってるもうこれぐらいですかねなんかもう誰が真面目とかどうでもよくなっちゃった、はい、えじゃあここでメールが来ているので読ませていただきますえ小佐高校美術部の葵ちゃん休みです川上ちゃんともちゃんはいこんにちは,にちはラジオネーム <laughs> ごめんねマーケットしてごめんね,めんね <laughs> 一気に読んじゃったごめんねこんにちはこんにちは ラジオネームバーダックターレスですここで発表したいことがラジオネームバーダックターレスはラジオネームを変えますイェイイェイラジオネームを変えるというより最初のラジオネームに <laughs> 最初のラジオネームに戻します、えー、多分皆さんは知らないと思います 私バーダックターレスはラジオネームを沖縄大好きに戻します変えた理由はまた今度お話ししたいと思います3月までバーダックターレスとしてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますなんか前回にもそういう感じ聞きましたね、うんはい、なんか聞いたことなかったんでちょっとでもいつもなんか何だろういつも始めらへんに沖縄大好きラジオネームって書いてあるんですよメールの、うん、だから 一回そこを読んじゃって、うん、あっ違う間違えたってなった時もあります、うん、前回ですワ <laughs>、まあ、ダックターレスさんからファイトファイトってありがとうございます <laughs> そんなことより今私はツイキャスを夏美ちゃんが読んだことにびっくりしましたお,お成長かお 2> お <laughs> 2>, 2年だから <laughs> 2, 2年だからまだ1年だけど4月1日からですはい、はい 私たちはまだ1年生でございますはいあそれですよね引き続き、はい、なんかまたメールが来ましたありがとうございますラジオネーム赤い水星さんからです晴れて暖かい練馬区からこんにちは4月が誕生日があるから4月の誕生日は仕事が終わって秋葉か池袋のメイドカフェに行こうかなおめでとうございます早いけどおめでとうございます <laughs> 私が好じゃないけどおめでとうございますちょっとなんかもう知ってるうちに祝っとかないとなんかちょっとそんな気分が、うん、それでですねあの猫の写真が添付されておりますなまた夏美ちゃんが身を乗り出して見に来たよかわいいねにゃんこが、えー、毎回毎回えー、えー、おらおらはまたやっちゃったメールと可愛、えー、いい猫の写真ありがとうございますありがとうございますもう <laughs> なんかもうメール呼ぶだけでいつも疲れる <laughs> ってなる <laughs> えでも楽しいぬこぬこで癒されるあかわいいよねにゃんこかうちあうちの犬もかわいいんですよ犬より猫派って言ようとしたけど <laughs> 猫も大好きだし犬も大好きだしだけど動物アレルギーだから触っちゃけ本ん本ほかゆいかゆい,いになるんだよね <laughs> 一気に行ったけどアレルギーっていうアレルギーでもないけどちょっとかゆくなったり咳したりする程度でだからあのめっ子から ハムスター預かった時もハムスターのよろしお世話よろしくねって姪っ子に言われて、うん、このお世話やってる初日に咳き込んじゃって親にもうお前はやるなって言われて <laughs> 私がやるって動物苦手な母親が全部の生物の世話してます、はい、話題戻しまして、はい 2>, えー、2年、2年、2年 2> <laughs> <laughs> なんか言おうとしたけど忘れちゃった。 2年ということで、ですねこの、なんだろう、なんだろう、あっ、そう、今まではクラスの目標とか、クラスの話だったんで、部活での目標でも言ってもらいましょうかね、川上ちゃん。ちょっと <laughs> <ー>、言い方がだいぶあれだけど、<laughs> <laughs> まあまあまあ、言ってもらいましょう、部活での目標とか、もうコンクール出しまくるしかないじゃないですか、はい、そりゃそうですよ、何言ってるんですか、美術部ですよ、何言ってるんですか。<laughs> 頑張ります頑張ってくださいはい、はい、じゃあとりあえずそれは目標にならないので目標どうぞええあ厚塗り努力して厚塗りをしますあそっちなんだねはい私はもうちょい詰め詰めで頑張っていきたいと思いますあ<ー>あの割と工芸室開けてる時が多かったので、うん、なんかちょっと部活なのにたるんでるなみたいな思って ちょっとそこら辺はもう部活なんできっちりやりたいと思いますちょっと何だろう他の部活はすごい頑張ってるのにうちは割となんか動かないから動きたくないぜだから仕方ないんだけど楽なものじゃん正直締め切りがなければ、うん、なのになんか集まりもしないで集まったかと思えば部活らしきこともせずコンクールあるのに落書きっていうのもちょっと なんか部活っぽくないなーって私はちょっと思いましてなんかもうちょっと前から思ってたんですけどちょっとあのまた再確認しちゃったんでちょっと部活の方に力を入れたいと思いますもうたくさん今からスケジュール立ててるんでね自分の中でちょっとテス,テストは考えてないけどテストは考えてないけど考えてるんでちょっとそこら辺は。 特に川上ちゃんにはついてきてもらいたいなすすじゃない <laughs> 一番ついてきてほしいから一番君に一番ついてきてほしい頑張ります頑張ってください、はい、もうとりあえず、えー、川上ちゃんの目標は勝手に決めさせていただきます<お>コンクールを、えー、去年3つは出せよって先生に言われたのに対しコウブを抜いて出したのはの当たり前じゃないですか <laughs> 1>, 1枚ですよね、確か。あ,あの授業でやったの2枚。えっと、読書感想画と、ああ、そっか、<の>家島だったっけじゃあ2枚なので、足りてないので増やします。<laughs> 5枚です。5枚出してください。5枚出してください。スパルタ私は無知しかありません。あはありません。<の>もう飴は もうどっっかから拾ってくださいわかりますあの近所に本屋さんがあるので <laughs> ああそありから拾ってきます一応あの部活中にふらふらっと出て行くのはなしにしてくださいね <laughs> え,えダメあのとりあえずやりたいことも多分あると思うんで息抜き程度にはいいんですけど、うん、あの部活来たかな何もしないなふらふらしてるなそのままコンビニ行くな帰ってきたなそのまま帰るなっていうことはやめてください。<laughs> 部活らししいことを必て,てください。のふだ段の普段の美術部だから言ってるんじゃないですか <laughs> 来年から変えますよって言ってるんじゃないですかはーいもうダメですよそれが習慣化して1年生もなって部活が変わらないままでこんなダラダラな美術部にしてたらもうバカにされるのは当たり前じゃないですか、ね、もう <laughs> 荷物置きにされてね <laughs> そうだよもうあれもちょっと処分しなきゃいけないんだけどね、はい もうでも誰かがなくしたりするんでそれのために置いとこうかなっても思ってます、うん、思ったあれだあ、うん、置いてるのみんなほとんど先輩達って文系じゃん、うん、あ私なくせないやんいやなくしてないけどね、うん、全然物はまあでもなんか本当に教材あっちに置かれるのはちょっと困るので <laughs>、はい、先生にも処分しろって言われてるんでそのうち処分します、はい 掃除も、ね、しないといけないんでねあとあの,ビあの工芸室の掃除の人へのノルマもそろそろ書こうかなと<ー> <laughs> 思ってますあの1年生が多分担当なんで、はいえー、高校しろっていうことを<あ>去年は、はい、去年の工芸室の掃除の人は何もしないで汚すだけ汚して帰ってたのが多かったんで黒板に思いっきりもう汚すなら帰れやるなっていうのを書いたんですよ。<laughs> そしたら、はい 翌日めっちゃ綺麗になってたんですよ <laughs>、あ、反省したんだなみたいな <laughs>、ちょっとダメなんですけど、本当は、こういうのはちょっとね、しっかりしてもらわないと、ちょっと気持ちいい状態で部活できないんで、はい、もう部活しないで、もう掃除ばっかやってる時もありましたからね、ありましたね、ありましたから、こういうのはちょっともう部活っぽく、はい、でも時々1ヶ月に1回は、掃除しようかなっても思ってる。はいはい あっちもすごいですもんね砂ぼこりもうちょっと汚い汚すぎる本当にもうあでも最初に来た頃よりはまあ綺麗になりましたけどねはいだいぶ整理したのでもうでもねほこりに関してはね1日しか経ってないはずなのに机の上めっちゃほこりなんですけどみたいなザラザラみたいな毎日拭かないといけないですよね机も拭いて 椅子も拭いてみたいな、はい、<laughs> やらないといけないんであと机もなんか生徒会が動かして戻されてないんで、うん、また戻してからやらなきゃちょっと、うん、まあうん、はい、もう掃除終わって、はい、パーティーしようぜイエーイみたいな話はもうもう、うん、いずこへ工芸準備室も先輩たちに直されてそのまんまじゃないですかあってああそうですね あっちもいい加減片付けましょう、はい、前回葵ちゃんとあの焼くところ焼く焼く焼くところあのなんか釜みたいなのがあるのええ釜あったのっええあえあ準備室の奥のところあ奥の奥うんなんかここが工芸室、うん、あここがって言っちゃあれだけど、うん、えっと生徒会室から美術室から正面で見て、うん、右側に工芸室があるじゃないですか、うん、その 奥行って左側にこの奥ら辺に、うん、この左側の奥ら辺に工芸準備室があるじゃないですかうん、うん、その前に釜みたいなところがあるんですよえっ、ー、<laughs> マジか <laughs> 1>, 1年いたのにマジか <laughs> あっちを葵ちゃんと最近きれいにしました<ー>きれいに、まあ、片付けて一応放棄やったんですけど吐いたんですけど、うん、ダメっすねあれあ使え、ま あとなんかすごい粉が置いてあるあ粉,粉みたいなのとあの虫がめっちゃいるあの段ボール箱を移動しないとあ,あれ触りたくないんですよねあれ私移動させましたよお疲れ様です今からまたやらないといけないんですけどねもうこれは宿命でしかない <laughs> だって動かすたびに虫がうじゃ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 嫌 <laughs> やだ もうなんかもうね、このなんだろう1年は半分美術部やった半分でもないか、4分の1美術部やって、4分の1はなんかもう、帰宅部やって、あとの2分の1は、もうなんか、なんだろう、掃除部、<分> <laughs> 清掃部、なんかもう、そんな感じ、はい、ずっと掃除してたからね、公文祭終わってあとも掃除してたし、うん、なんか新学期始まってからも掃除してたし、かずっと掃除してた気がするもうちょっと掃除する。 何だろう、日数を減らしたいから頑張ろう、もうちょっと夏休みも部活でないといけないんでね、だ、う、め、んうん、だよ、来ないとか <laughs> <laughs> あちょっと放送が終わります、<あ>すみません、えー、それでは皆さん、また来週、私たちの美術部トークを聞いてください、<laughs> さよならー。さよならー <laughs> 超盛り上がったお <laughs>